ジャペルディスタ小澤です。今回は先週末の5月の21日日曜日現地18時半キックオフで行われましたラリガサンタンデール第35節のバレンシアとレアルマドリーの一戦において、マドリーのビリシウスに対して後半73分過ぎだったと思いますけれども、人種差別的な行為がなされまして、世界的に大問題となっておりますので、こちらの一件事件について現状を解説したいと思います。まずはこれだけ深刻な事件が起きたにもかかわらず、試合直後に一件についての動画をね、すぐに出せずに、迅速に出せずに申し訳ありませんでした。私自身ここ3日、深夜早朝の U20 ワールドカップアルゼンチン2023の、中継解説を、連続で担当しておりますので、ちょっとスケジュールに余白がなく、ようやくこの試合をチェックできたのは、先ほど、23日試合から2日明けての、火曜日の午前でした。おそらく視聴者の中には私が、好きなバレンシアというクラブ、私自身がバレンシアを公言してますので、そのあたりの忖度、それから、ラリガの、ブランド価値を、毀損する、非常に深刻で重い事件ですので、この一件について、迅速に取り上げないことは何か忖度をして、スルーしているのではないかと勘ぐられた方も多いかと思いますけれども、そういったことは一切ございませんし、逆に日本で、ラリーガの中継を担当したり、ラリーガあるいはスペインという、国について話す機会が多い身としては、これまでメディアの、一員として、こういった人種差別、根深く、すぐの解決が難しい問題ではありますけれども、私自身も無自覚だった部分があるかもしれませんし、こういった問題が起きた時には、取り上げてはきていましたけれども、本当に一人の人間として、私自身は日本人ですけれども、スペインに住み、スペインという国が好きで、今でもラリーガという、好きな贔屓のリーグをね、仕事にしている身としては、これだけ長く今シーズンに関してもビニシウス一人に対する各スタジアムの人種差別的行為は、すでにラリーガが案件として問題にしているだけでも9件ありますので、本当にそういったところを逐一報じてこなかった、取り上げてこなかったという意味では、私自身の責任も感じています。また私自身、非常に自分が住んだこともあるバレンシアというクラブを応援し、ここにね、ユニフォームがありますようにバレンシアニスタを公言して、日本のバレンシアの公式ファンクラブペーニャにも入会してますので、もちろん今回の事件がメスタージャに詰めかけた4万6000人以上のバレンシアニスタが、すべて、そういった人種差別的な、思想を持ち行為をするような人たちだとは思いませんけれども、ごく一部であったとしても、試合前から、マドリーの、特にビニシウスに対して攻撃的な人種差別的な、コールや行為があったことは実際に事実ですし、試合の中のスタジアムにおいても、ビニシウスに対して、モノというスペイン語で、猿というね、ワードを使って人種差別の声を及んだ人間は不特定多数いるのは間違いないですから、ただそういう意味ではごく一部のファンサポーターの愚行であったとしても、同じバレンシアを好きな愛する身としては責任の一端を何かしら感じておりますし、非常に残念で悲しく、そして非常に憤っておりますので、このね、行き場のない憤りをどう解消していくかは、ここから先私自身も自分と向き合いながら考えていきたいと思いますし、ただ今回の問題に関しては、バレンシアのメスタージャのスタジアムにとどまる問題ではありません。ビニシウス自身が、試合後に SNS で発したように、スペインという国自体が今や世界中から、人種差別の国、レイシストの国として見られてしまっていると、残念ながらこの問題を長く放置し続けてきた、スペインという国自体、スペインサッカー界、そしてラリーガという、リーグが、そして最終的には、この問題を、当たり前のように日常で、スタジアムの中では、相手を罵ること、侮辱すること、そして人種差別的な言葉を発することを当たり前のように習慣化してきたスペイン人の問題だと思っています。ですので私自身、大好きなスペインという国に対して、こういう言い方をするのは本当に悔しいですし、残念ですし、もう涙が出そうなんですけれども、たとえサッカーという限られた世界、あるいはスタジアムの中であったとしても放置し続けてきた、未だに今年もね、すでにビニシウスだけではなくて、アトレティッククラブのイニャク・ウィリアムスもそうですし、そういった黒人選手に対する人種差別的な行為が、スペイン全土のスタジアムで終わっていない、逆に出続けているというところは本当に、国際的な問題だと思いますし、とにかく徹底的な、もう撲滅のための措置なら何でもするというぐらいの措置が、本当にドラスティックな措置が今からでも本当に必要だと思います。個人的にはビニシウス、それからレアル・マドリーの選手が、あの時点で73分の時点で人種差別的な行為を受けたということで、ピッチを後にして試合を放棄しても個人的には良かったと思いますし、それによってバレンシアが勝ち点を剥奪されたり、当然ながら無観客の試合を何試合か制裁を受けるということはあって叱るべきだと個人的には思っています。私自身2010年までスペインに5年住んでいましたので、2006年2月にサラゴサのホームのラロマレダで当時バルセロナの選手だったカメルーン代表のフォワードサミュエル・エトーが人種差別的な行為を、本当にひどいヤジを受けて、ピッチを後にしようとした、あの時の本当に悲しそうな
人生に失望したような、まあ、顔は本当に今でも忘れられないですし、まあ、あれだけの大事になっても未だに2023年5月の、まあ、約17年の月日が経っても未だに同じようなことが起こっているっていうのは、まあ、本当に本当に悲しいですし、やるせないですし、スペインという国が、まあ、変わってない証拠だと思います。まあ、昨日バルセロナのチャビ監督が、まあ、会見で素晴らしいコメントをしておりましたけれども、まあ、スポーツにおいてサッカーだけはスタジアムの中で、選手や監督に対する侮辱的な発言行為を許されていると、まあ、それが、人種差別を助長しているような、ニュアンスの発言をしてましたが、確かにチャビ監督も言ってましたが、普通にパン屋やケーキ屋に買い物に入って、まあ、そこで働いている職人さんに対して、何か侮辱的な発言をお客さんができるはずもないし、するはずもないんですけれども、サッカー界では当たり前にそういうことがあると。まあ、しかもそれを SNS の誹謗中傷ではなく、働いているその職場で、スタジアムの中のピッチで直接、受けるということですから、まあ、とにかくラリーガ、それからスペインという国自体が、まあ、こういったことはやってはいけないんだではなくて、もう本当に自分自身が無意識的に無自覚的に人種差別的な行為に及んだとしても、それがもう人生を台無しにするぐらいの、罰を罪を受けることになる、そういうペナルティを課するべきだと思いますし、まあ、そういう法的な枠組みも含めて、まあ、政治も巻き込んで、そういった撲滅に向けて本当に動き出さなければいけない、まあ、もうずっと前からなんですけれども時期にあると思いますし、まあ、本当に今回もビニシウスがあれだけメンタルが強くて、まあ、そういったものに対しては立ち向かう勇気や姿勢があるからこそ、これだけ世界的なニュースになっているわけですから、まあ、だからこそビニシウスを批判することは全くできないと思いますし、ビニシウスがその後に挑発云々っていうのも全然関係ないことですので、まず何より人種差別的な行為を、サッカーのスタジアムから、そしてできればスペインという国の中から、社会の中からなくしていく、徹底的に撲滅ゼロにしていくということを推し進めていくべきかなと思いますし、まあ、それは私はもちろん関係のない日本人なんですけれども、糾弾していくことによってスペイン人に、あるいはラリーガ、スペインのサッカー界にプレッシャーをかけることが必要だと思いますし、まあ、こういったことを放置し続けていると、まあ、いくらフットボールの質が、あるいはレベルが、戦術レベルが上がったとしても、誰も興味を持ちませんよと、むしろ見捨てられますよというような危機感を持たす意味でも、本当に強く厳しく、批判していくべきですし、ラリーガのテバス会長もラリーガとして、まあ、そういったところに対する対策をしていると、まあ、プロトコルもあるということを言ってましたけれども、もうプロトコル云々ではなくて、まあ、そういった人種差別的な行為がスタジアムで発見された時点で試合中止延期没収事案になるという、もう重い厳しいペナルティを課すことを徹底すべきだと思いますし、まあ、こういった一件が起こると、本当にいろんなところで言われるのがごく一部の、まあ、本当に少数のファンサポーターの愚行なんだということで、個人の責任に帰するような論がね、多くなりますけれども、全くそんなことはなくて、やっぱりスペインの社会に、国に蔓延している、まあ、無意識的な、無自覚的な人種差別的な意識がやっぱりはびこっているからこそだと思いますし、まあ、それが、まあ、言ったらラリーガのプロリーグだけではなくて、私も住んだ時に感じましたけれども、まあ、育成年代での試合でもひどい人種差別的な、あるいは侮辱的な、ヤジやブーイングが当たり前のように飛びますし、まあ、さすがに人種差別的なコールはね、直接的にそういった育成年代の試合のスタンドで聞いたことはないですけれども、やはりラリーガプロの試合だと、まあ、そういった、まあ、大勢の声を隠れ蓑にして、まあ、本当に投げかけるような輩は確実に未だにいますので、まあ、とにかく明日からすぐにはなくならないと思います。まあ、これだけ長くラリーガにおいても、スペインサッカー界においても、まあ、現場レベルでこういうことがずっと起き続けているわけですから、まあ、人々の思想や日常や習慣にもうね、入り込んでしまっているものだと思いますので、まあ本当に根深い問題で、すぐにゼロにすることはできませんけれども、まあとにかく肌の色や、まあユニフォームに関係なく、まあどんな選手も快適に少なくともリスペクトをもらってプレーする権利があると思いますし、まあそれが、サッカーのラリーガの魅力を、価値を高める、まあ、最低限のね、環境条件だと思いますので、ラリーガとしても徹底的にこの問題に向き合ってほしいと思いますし、まあ、私自身も微力ながら、まあ、外からですけれども、日本からできることは、まあ、最大限しながら、まあ、もちろん今回の一件で大きく失望して、もうラリーガなんて見たくない、バレンシアなんて絶対に見ないというような人、たくさんいるかと思いますし、まあ、お叱りの声も、これからも受けるかと思いますけれども、まあ、私自身はこれからも長くラリーガやスペインと付き合っていく、向き合っていく、身で人間ですので、彼らが彼らの社会が、より良くなって、誰もが生きやすい、プレーしやすい、そして魅力的なサッカーとなるような、スペインであってほしい、ラリーガであってほしいと思ってますので、私自身はこのチャンネルでの動画や、そしてペンの力を使って、日本の皆さんや時に、日本を超えて、直接スペインの社会やスペイン人に向けて、そういった啓蒙のメッセージを送り続けていきたいなと、そういう活動していきたいなと思っております。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。まあ、今後もね、世界的な
事件ニュースとして大きく、まあ、政治問題にまで発展しておりますので続報があるかと思います。その続報も、できる限り、コンパクトにまとめながら皆さんにお伝えしていきたいと思います。